ゲストレッスン。皆さんこんにちは、高橋俊美です。今日はですね、第一話カントリークラブに来ております。月1ゲストレッスンなんですけれども、まあ、大体月1ですね。結構たくさんやってるんですけども、今日もですね、素敵なゲストをお迎えしております。登場していただきましょう。どうぞ。内藤裕二さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。前回、はい、拝見させていただきました。 あ、そうですか。 ありがとうございます。もう新藤さんのスイングが変わりました、はい。そうですね、あの僕が、はい、まあ、これぐらいは変わるだろうなって思ってた想像よりも、はい、大ちゃんがすごい飛んで、もうちょっと成果が、まあ、出過ぎというか、はい、もう本当にすごい出たんで、僕たちはすごい喜んでる、まあ、嬉しかったんですけど、僕もコメントあの読ませていただいて、はい、すごい、はい、喜んでいただいたんで、もうそれは僕個人的にもすごく嬉しかったですね。ありがとうございます、はい。まずはですね、今日はそちらのおさらいもしつつ、はい、ちょっとね、あの運動あったじゃないですか。これですね、この台形の、はい、これもちょっともう一度おさらいしつつ、さら、うん、にやっぱり朝一のドライバーとかってやっぱり皆さん力みがちじゃないですか。そうですね、特にまだ寒い季節だと、はい、特にやっぱり体の気は悪いですからね、はい、特に力みがちではありますよね、うん。それにプラスしての運動なども教えていただきたいなと思います。わかりました、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、それではですね、前回教えていただいた体操をちょっとおさらいしてやっていきたいなと思うんですけれども、はい、前回こういうふうに、はい、クラブをですね持っていただいて、両端持っていただいて、はい、肘をですね下に向けるんですね。肘を下に、はい、一番良くない例は肩が上がってしまって肘がこう外向きになるのがいけないので、こういうことですね、はい、肘をこう地面の方に向けます。で、腕はまっすぐ伸ばすということですね、はい。で、そのまま今ここでこのシャフトと腕とこの胸のところで台形の形ができてるんですけど、この台形の形が崩れないようにこの状態を回していくという体操なんですけど、本当にこれありがたいことによく会ったアマチュアゴルフの方にこれやってますっていう話をですね言っていただくことがあって、で見ててすごいそれありがたいんですけど、ただですねうまくできてない方が多いんですよ。で、やってますって、あ、ちょっとやってみてくださいってやってみると、うまくこうできてなくて、ちゃんとこの胸椎っていうこの背骨のこのあばらのところですよね、はい、背骨のあばらの部分、はい、この胸椎っていうところをしっかり動かす体操なんですけど、これがうまく動いてなくて、似た感じなんだけどうまく動かせてないっていう方が多いので、あ、まあ、こちらちょっと復習していただきたいところなんですね、はい。この台形をですね、はい、崩さないでこう回りたいんですね。こう回りたいんですけど、はいはい、これがですね多くの方はここで台形がこのように崩れてしまって、ちゃんと胸椎が回ってないんです、はい。で、崩れてしまってこういう感じでこう動かして、あ、肘が曲がってしまって、はい、肘が曲がってしまうのと、あとはこの角度ですね、はい、腕とこの胴体の角度がこう開いてしまって、左はこう閉じてしまう、潰れてしまう、こういう動きになってしまう方が多いんです。あ、私もあの動画見て真似した時そうだったかもしれないです。結構できてるつもりで、はい、そうなってしまってる方が多いので、ここをちょっと重点的に今回復習でやっていきたいんですけど、はい、この両端を持った端がいいんですね。端がいいです。そうすると、あ、じゃあ肘をこうやってグイッと、はい、下向けながら端を持つ、下向けながら端を持つ、はいはい。でバックスイングしてみてください、はい。でこの時にできるだけこのシャフトが遠いところに、はい、はい、ちょっと近いんですよね皆さん、はい、遠く、遠く、はい、これがきっちりと胸椎を回すコツになります、はい。今肩甲骨がちょっと剥がれた感じが、はい、そうですよね、左は伸びて、はい、右が縮む感じになると思うんですけど、右は背骨に寄ってくる感じになると思うんですけど、はい、はい、こう、はい、そうです。お、結構きつい。今度フォロースルー行ってみてください、はい、この時もここなんです。あ、ここ、はい、ここなんです。無理にして後ろまで持っていく必要はないんです。そうです。できるだけ遠くに、できるだけ遠くに、はい、遠くに、このクラブを立てるぐらいの感じ。そうですね。で、角度は構えたこのシャフトプレーンですね、はい、このシャフトの角度と平行をイメージですね。この角度とここの角度が平行になることをイメージして、平行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 という感じです。
この時顔は残してた方がいいですか？そうです。顔は あの体操の時は最初は無理に残さなくていいんですけど、はい、ただゴールスイングに近づけるためにはこの頸椎って首のところですね、はい、頸椎はこの胸椎と逆回りをすることになるので顔は残しておいた方がいいですね。はい、はい、やってみます、はい、と思って肘を、はい、下向けて、下向きにして、で肩をできるだけ下げてください。はい、そうです。で遠くに、遠くに、はい、遠くに、はい、はい、遠くに、はい、で、はい、で上体もう少し僕の方に向けてください。こう、そこです。はい、そこです、そこです、はい、見えません、背が、はいはい、もう一回バックスイング。この腰は大丈夫ですか？それ OK です。はい、で、はい、でここで上体もうちょっと僕の方に向けてください。あ、そこ、ここまで、ここまで、あ、結構、そうです。プロは適当にやっちゃダメなんですね。プロはこんぐらい回ってるってことです。意外と、はい、多分トシミンの場合は体柔らかいと思うんですけど、はい、回ってないんですよ実際。あのもっと回した方がいいです、はい、もっと回す、もっと体使った方がいいですね。はい、でバックスイングして、はい、胸をここまで持っていく。そうです、できるだけグッと、はい、はい、こう、 それで右の肩甲骨、これちょっと前回のプラスになりますけど、右の肩甲骨がここで背骨に寄る、寄る、はい、寄る、こう、はい、胸は、で今度フォローいきましょう。でフォロー行って、今度は左の肩甲骨が背骨に寄る、寄る、はい、で最後つま先立ちに右足になってください。でその時にぐるーんと最後まで回ると大丈夫ですか？はい、私今真後ろ見てるんですけど、はい、で、でもこれがフルフィニッシュです。もうちょっと全集中の呼吸ですね、本当に。あれ、ちょっと分かってなかった、ごめんなさい。もうちょっともう一回やってみます、これ、はい、結構ずっとキープしてると苦しいです。苦しいですよね。はい、まっすぐ下向いて、で遠くに、遠くに、で右の肩甲骨が背骨に寄る、背骨つく、はい、あ、つりそうです。はい、目を、はい、でそのままこう、はい、で左の肩甲骨が寄って最後につま先あって、いいですね。これを、集中、これを連続で、はい、あ、連続で、まず顔はまず止めなくていいので、はい、台形のこう遠くに遠くにを、遠くに遠くに、遠くに、まず顔は、あの、一緒に動いちゃって大丈夫です、はい、はい、遠くに遠くに、でこれができたら今度は顔を止めて遠くに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 、はい、でこれ今度はとバックスイング遠くにしたら、そこからさらに右の肩甲骨を背骨の方に寄せます。背骨の方にグッと、はい、はい、寄せます。で胸もグッと上げる、胸もできるだけ回します。はい、でそこからフォローで今度左の肩甲骨が背骨に寄って、はい、胸がさらに回ります。で最後につま先立ちになってフルフィニッシュ、うん、あ、お、いいですね。これやってから打てばかなり体の周りが良くなっているので、はい、これはあの飛距離アップにはまずは、はい、あの効果大。わー、すごい。なんか動画見てるときはもう私もこうやってこういうことしてたんですよ、はい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 、ただ単にこれって腕が動いてるだけで、今やってみて胸が動いてなかったなと思いました。肩甲骨って背中にこうお皿みたいにペタッと張り付いてるんですよ、はい、でこれが独立でこうやってただ動いちゃってると、この胸椎っていう背骨が回ってないんですよ。背骨がこうやって動いてるんですよ、はい、でそ背骨が動いてるだけっていうのは、はい、まあ、極端にこういうことです。あ、こういうこと、まさにそれをやってました、はい、こうじゃなくてこの背骨、これがショルダーパッキングって、こう肩甲骨をパッキングするんですけど、はい、肩甲骨をパッキングさせて胸椎を回す、はい、これとだいぶ違いますよね、この見た目。だいぶ違います、はい、この違いです。これが、はい、距離が回ってるように見えるのに、体が回ってるように見えるのに飛んでない人と、はい、本当にちゃんと回ってて飛ぶ人、もうこれも大きな違いになるので、これはスイングプレーに乗る乗らないにも大きな違いになるので、はい、ここはですね、あのちょっと今回復習になりますけど、はい、もうしっかりと覚えていただきたいところなんですね。これなんでそこまでやらなきゃいけないかっていうと、はい、一つはこのパワーですよね。筋肉がちゃんとねじれてねじれてっていうパワーになるんですけど、はい、もう一つは例えば肩甲骨がこうやって動いてるだけだと、はい、この胸が回ってないので、はい、結果的に右肩の位置もこの正しいポジションより前にあるんですね、はい、こうやってやってみると、この肩甲骨が動いてるだけだと、
なんか回ってる感じするんですけど、はい、肩甲骨の位置、右の肩の位置が正しいポジションより前にあるんです。だそうするとそのまま下ろしてくるとねじれがないのでこうアウトサイドになったり、はい、こう振り遅れてフェース開いたりっていうことになるんです。これが、はい、このパッキングできてて胸がこうグンと回るとこの右肩のポジションがここに来ますから、ここまで体が回ってきて右肩のポジションが正しいと切り返した時に正しいプレーに降りてくるんです、はい、なのでゴルフは体のパワーをフルにボールに伝えるってことも大切なんですけど、はい、それ以前にスイングプレーンが正しくなければこの道具の機能が正しく使えないので、はい、ボールは飛ばないわけですよ正しく。なのでスイングプレーンを良くするっていうことにも、はい、今の体操はものすごい効果的だっていうことなんですね。すごい分かりやすい。必死にすごく振っていても、はい、その飛ばない原因がここにあるってことですね。そうです。パワーがここに一生懸命こう伝えようとしても結果的に軌道とかフェースの向きがずれていたらボールは飛ばないわけですから、そのために今の体操が必要で、さらに筋肉の正しいこの引っ張り合いっていうのも捻転ってやつですね、はい、もう行われるので、まあ、一挙両得みたいな体操にはなるわけですよ。すごい、はいはい、ということで復習で今、運動をやってもらったんですけれども、はい、私も本当にちょっと真似しただけじゃダメで、もっと意識してちゃんとやらないとあまり意味ないなっていう。そうなんですよね、はい、やってるつもりがうまくいってないっていう方は、はい、やっぱりそういう感じだと思うんですよ。なので今の、まあ、補足を、はい、まあ、付け加えてやっていただければ、はい、おそらく綺麗に回るようになって結果が出るようになってくると思うので、はいはい、これをやっていただきたいですね。皆さんもぜひ胸だったり肘だったり意識しながらぜひもう一度やってみてください、はい、でですね、私も実はですね先ほど、まあ、この運動をやる前、まあ、はい、で会ってなかったんですけど、やった後に一応、はい、朝一打ったんですけどもちょっとできてなかったんですが、はい、そちらのショットを見ていただきまして、はい、もし何かそのプラスしてこれをやった方がいいよとかあれば教えていただきたいな、ちょっと視聴者の代表として。わかりました。お願いします、はいはい、お願いします。ピーチゲストレッスン。この両端を持ったんですね。あ、端がいいんですね。端がいいです。このシャフトが遠いところにある、はい、ちょっと近いんですよね皆さん、このシャフトの角度と平行をイメージ。さらに右の肩甲骨を背骨の方に寄せます。背骨の方に。そこからフォローで、今度左の肩甲骨が背骨に寄って、はい、最後につま先立ちになってフルフィニッシュ。うん、これやってから打てばかなり体の周りが良くなっているので、距離アップにはまずは、はい、効果大。でですね、私も実はですね先ほど朝一打ったんですけれどもちょっとできてなかったんですが、はい、そちらのショットを見ていただきまして、はい、もし何かそのプラスしてこれをやった方がいいよとかあれば教えていただきたいな、ちょっと視聴者の代表として。わかりました。お願いします、はいはい、お願いします。はい、ということで早速私のドライバーショットを見ていただきたいんですけれども、はい、これも本当に朝一です。あ、なるほど。あれもうですか、はい、いやまだトップやっとですああなんか今自分の目見てもちょっと、なるほど、綺麗なスイングですけどね。本当ですか、はい、もう一回ちょっとなんかすごいダウンの時になんか自分でもなんか変な動きをした気がするんですけど、もしかしたら朝いつもこれやってるかもしれないですね。そうですね、あとまあ根本的なスイングの修正しなきゃいけない部分っていうのが、はい、朝はそのアジャストうまくできないからモノに結果に出ちゃうんですよ。要は補正ですね。その、はい、悪い動きがあったとしてもそれをうまくこう補正しながら皆さん打ってるんですよ。でそれがですねやっぱり朝一だとまだ感覚ないし体温まってないから、はい、その悪い動きが出た時に補正できないでいきなりそのまま大きなミスになっちゃうわけですよ。なんで朝一いきなりチョロしちゃったりとか、はい、天ぷらしちゃったりとかっていう人はそういうことです、はい、あ、はい、でそれが体温まってくると感覚も出てくるので、はい、うまくこう補正できるようになってくるわけですよ。そうするとこうナイスショット出てきたなと思って、はい、でまた例えば1月後のゴルフ行った時にまた朝一大きなミス出たりとかして、うん、あれこの間もそうだったなっていう感じになるわけですよ。ちょっと前からも、はい、
女性らしい動きのミスがあ、本当ですか、はい、あこれあちょっと私もこれも見て言われてること直ってないなっていう。男性にも共通することがまあ、はい、まあ両方共通するんですけど、特に女性にありがちなミスが一個ありますね、はい、あこれはちなみにトシミンだけじゃなくて、まあ、あるあるっていう感じですか。めちゃくちゃあるあるですね。あ、はい、そうなんですね、はい、はい、ということで私のスイングを見ていただいたんですけども、ここからはちょっとですね内藤さんに解説お願いします。はい、これはもう男性女性年齢関係ないところで、はい、あのトシミのスイングのこうミスがあったんで、はい、ここを詳しく説明したいんですけど、はい、バックスイング上げるときってどこから上げてます、はい、意識してるのは腰から上げるようにしてくださいとは言われています。はいはい、腰をどんな感じでこうやって回して、はいはい、こういうことですかね。あでもそれすごい、もううまく言えないんですけど、はい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 、それすごい合ってるんですけど、はい、捻転ってよく本とか読むと、はい、バックスイング肩が90度、はい、腰が45度とかって書いてあるんですよね、はい、でその45度の捻転差が飛距離ですっていう、まあ、これ合ってるんですけどね、はい、これ X ファクターって言って90度45度っていうのは肩が90度あこの 0に対して90度、はい、で腰が45度、はい、45度この腰の回転がですね、はいはい、でこの90度引く45が45だから、はい、この45度分が捻転っていう。あでこれが深ければ深いほど飛ぶっていうことが X ファクターって言って、飛ぶ選手っていうのはこの捻転差が大きい、60度とかあるんですよ。あそうなんですね、はい、なんですけどこれ厳密に言うと腰が45、肩が90っていうのは本当でもあり嘘でもあるんですよ。あ、そう、ここがねちょっと認識をしていただきたいところで、はい、でトシミのスイングで言うと、はい、腰を回してるのはすごい合ってるんです。あ、本当ですか。合ってるんですけど、はい、ここの腰椎ってここですね、はい、この腰椎、この腰椎っていうのは全然回らないんですよ。2度から5度ぐらいしか回らないので、まあ、ちょっとしか回らないんです。動くのは股関節ですね、はい、股関節とこのさっきの胸椎なんです。胸椎、はいはい、胸椎と股関節なんです、はい、なので股関節が動いて腰が回るからこれがヒップターンって。ヒップターン、はい、ヒップターンってよくお尻って間違えてる人いるんですけど、はい、ヒップは腰ですからね。ネイティブの人にヒップを触ってくださいって言うとこうやってやりますから。あ、はい、こうじゃないんですね。ここです、はい、ここなんですね、はい、あこの横です、はいはい、ここでこれがこの腰のターンがすごい大切、はい、で胸椎はこの胸椎はマックスだいたい40度ぐらいなんです、回るのが。これ体柔らかい硬い関係なく、うん、一番回っても骨なんで、はい、それ以上回らないんで、はい、だいたい40度から、まあ、45度まで行く人いないと思うんですけど40度前後なんです。でこのヒップターン、股関節を使ったこのターンがだいたい40度ぐらいなんです。40、40、はい、でまあ、40ちょっとと思っていただきますけど、はい、40例えば1とか2とかね、はい、で、でこの腰椎動いちゃいけない腰椎が2度から5度だから全部足して90ってことです。おだから腰を止めて、昔あったレッスンで腰を止めて肩を回すっていうのはあれは嘘なんですよ。腰を回すのは合ってるんですけど、はい、股関節を右足を踏んで股関節をもっとこう後ろに折り込んで回す。でこれで40まで回さなきゃいけないんですよね。はい、トシミの場合は腰は回ってるんだけど股関節が使えてないんですよ。あこれが一つの、はい、改善ポイントですね。腰は回ってるんだけど股関節ここが使えてない。そうです、股関節って、はい、こういうことですよね。あ、はいはい、これが、はい、折り込まれて回って伸びる。これが折り込まれて回って、はい、これついちゃっていいです。あ、いいですか。例えばじゃあこれ逆しましょうか。はい、左手で前にこうクラブをついて、はい、でまずまっすぐ立ちます、はい、で、右足を軸にして、はい、左足を前に上げます、はい、でこのまま左足がこう後ろに行く動きですね、はい、この動きで股関節からこう前傾します。でこの時に膝は軽く曲げておきましょう。軽く曲げる、はい、
でこれが曲がり切ったところで、はい、今度は骨盤を、はい、骨盤を下に下げます。あ、左を下げる感じですか。はい、左を下げます。そうですそうです、ほう、そんな感じで今度は、はい、左右足をしっかり踏み込んで、はい、骨盤を上に持ち上げます。持ち上げる。あ、はい、これバランス、はい、これが1、2という、はい、結構辛いですよね。はい、はい、でおすごい右足踏んでるじゃないですか。はい、踏んでます。でちょっとじゃあ今一回素振りしてみてもらっていいですか。いつも通り、あの今の体操気にしないで、はい、あの朝一のイメージで。朝一のイメージ、はいはい、右足全然踏んでないですよね。あ、そうなんですか。踏んでないんですよ。これはテイクバックです。そうです、右足が踏めてないで回ってるから。あ、股関節が使えてないんですよ。で、パワーの源は股関節なんですよ。はい、例えば人が向こうからこうゴロゴロ転がってきた時に受け止めてあげなきゃいけないって思った時って、はい、皆さんこの股関節をこう折り込んでこう構えるじゃないですか。あ、そうですね、はい、重い荷物を段ボールを持ち上げなきゃいけないっていう時に股関節伸ばしたまま持ち上げる人はいなくて、股関節絶対折り込んで伸ばしますよね。これを使えなかったら特に腕力のない女性は飛ばないです。はい、男性は腕力あるから股関節全然使えなくても230、40飛ぶ人はたくさんいます。はい、女性はそれは絶対ないです、腕力ないから。もう一回ちょっとやってみてもいいですか。はい、カイル・バークシャーってあの、はいはい、世界ドラゴンチャンピオンってこうやってやるじゃないですか。あ、でこう踏んで、でこう伸びて、要は ここを使うわけ。今まではこうしてるけれども、はい、ここまでってことですか。あのそこでちょっともう一回構えてもらっていいですか。はい、ここから、はい、あ、でも使う意識難しいかもしれないです。テイクバックしてから、じゃあ一回これでいきましょう。はい、あのスイングしながら難しいので一、はい、回これもう一回やっていただいて、はい、はい、でここで前傾して、こうします。こうして、はい、こう、はい、あ、はいはい、でこの時右足しっかり踏んでるじゃないですか。はい、でこれができたらこの体勢のまま左足つきましょう。はい、で、あ、バックスイング、はい、はい、やってみます。右足、そうですね、で前傾、はい、前傾して膝ちょっと曲げて、曲げて、はい、でこれを骨盤下に下げて、はい、こうして、はい、でこれを足ついて、で その位置のままバックスイングすると、あ、なんかこういつもより股関節がこうグッと入ってる感じがする。これちなみになんですけど、はい、体重が9割以上乗ってていいんですか、テイクバックっていうのは。感覚的にはそうですね。あ、そうなんですね。感覚だけですけどね。ここもそうなんですけど、ここもちょっと右のお尻がすごい張ってこなきゃ。張ってきます、はい、これは意識したことなかったです。飛距離って、はい、まあ、足のこの蹴り、股関節がまず一番のパワーの源なんですけど、運動っていうのはこう貯蓄と解放でできてるっていう、貯蓄がないと解放がないわけですよ。あ、なんでここでいかに貯蓄できるかなんですよ。はい、でさらにトッププロたちはここ貯蓄をこうさらにここで深くして、はい、ギリギリまで解放しないんですよね。あ、でここでパーンと跳ねるんで飛ぶわけですよ。あ、でも そこまでっていうよりは、はい、まずは貯蓄ですよ。貯蓄をちょっとでもしないと。そうですそうです、はい、なんでスイングすごい途中に綺麗なんですけど貯蓄がないんですよね。その上半身はあるんだけど、その股関節周りの貯蓄がないわけですよ。だからスイング綺麗だけどやっぱりパワフルではないって感じですかね。あ、はい、これができるようになれば男女関係なく飛ぶようになります。踏んで回すわけです。だからちょっとこう練習では左足ちょっと引いてもらって、はい、でここで素振り、あの右足をしっかり踏みながらそれでバックスイングある。ああ、そう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 、こういうことですか。はい、そうです。あ、お、あ、これすごい分かりやすいです。これがさっきの体操の、まあ、スイング版みたいな感じ。これが、はい、これモーターコントロールって言って、その股関節の上に、これ骨って全部あのバラバラじゃないですか、はい、バラバラなのがこう組み上がってるわけですよ、はい、で組み上がってるのに筋肉がサポートについてるだけじゃないですか、はい、骨が組み上がってるのがバラバラにならないようにこう組み上がりながら回ってるのをこう筋肉でうまくコントロールするのがこれがモーターコントロールっていうわけですよ。でこのこれをこうコントロールできるとパワーがそのまま綺麗に伝達するってことです。
下げて、はい、あこれきついですね、はい、でもすごいいいですよ。テイクバックするときにここが来ると、はい、ここがすごい張ってる感じが分かります。だから力を入れることとは違うんですよね。バランスを取ってるって感じです、はい、右足、膝、股関節がこうずれないように、はい、この回る、こう回る、はい、はい、あんまり意識が過剰になると足出ちゃってるの平気ですか？股関節に乗ってる感覚だけ欲しいんですよね。あ、わかりました、はい、足はずれちゃって全然構わないんですけど、はい、お、はい、この時ボール位置はもう普段のドライバーよりはスタンスが狭いんで、はい、もう真ん中より、真ん中より、はい、真ん中よりですね。そうです、そうです、はい、 OK OK あ、いや、いいですよ。すごいおばちゃんみたいになっちゃったけどはい、いい感じ、いい感じ、はい、ここだ、はいはい、今片足で、あの、要はつま先立ちなんで、はい、あのよろけて当然なんですよ。なんで素振りを左足引いてちょっとビュンビュンと振っていただいて、はい、そうです、そうです、あ、いいですね、いいです。でその感じで、はい、そのままスタンス、はいはい、取って、はい、これで打って、そう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 、いいですね、そう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 、いいですね。球が初速が出るじゃないですか、はいはい、結構いきました。そうだから振ってる充実感が、腕にはそんなに力が入ってないから振ってる充実感がそんなにないんですけど、はい、股関節のパワーが使えてるとスピードが出るっていうことですね、はい、右足立って振ってるじゃないですか、はい、やっぱり左のサポートがつくと左踏みたくなっちゃうんですよ、はい、あ、なんで左はよろけないようにサポートしてるぐらい、はい、だからもう右足の上だけで振る感じです。わかりました、はい、右足の上だけで振る、はい、そうです、そうです、これが本当のヘッドビハインザボールです。これちょっと両足でも、はい、そう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 、だからなんかもうベタ足で打つのかなみたいな、あ、なんかそんな感じでいいと思いますよ、はい、はい、おー、ナイス、おー、ナイス、ちょっと左だけど、はい、球はいい球でした。私はすごく乗ってる気がします、うん、なんでこうだったの、うん、でこれであの左足引いて、これで左足引く、はい、左足引いて、でこれで軽く素振りしてみてください。はい、頭は前に出ないように、そう、そうです、そうです、そうです、はい、はい、これ腰回していいんですか？腰はあの左にさえ行かなければ、あ、はい、分かりました、あの後ろに引く感じですかね、回すっていうか、はい、はい、後ろに引く感じ、こ、あ、そうです、そうです、そうです、はい、おお、だいぶ違うんじゃないですか今。本当ですか、はい、あ、右だいぶ乗ってますね。乗ってる、あ、しかもちゃんと優しく振っても、はい、あ、かなり良くなってますね、はい、かなり良くなってます。もっとスイング小さいのかと思ってました。そうですよね、はい、朝より、はい、全然小さいとかはないですよね、はい、こう右にしっかり乗って、はい、でビハインザボールできて、ここで右の股関節の上に頭がいることが大切なんですよ、この切り返しの時に、はいはいはい、この切り返しで、切り返しで、はい、これが多くの人は左に突っ込むんです。こういうことですね。そう、そうですね、多くの人は どうしても向こうに打つんで、はい、こう突っ込むんです。これが右股関節の上に頭がある状態でこう切り返したいわけですよ。あ、そうです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 、はい、はい、これできてますよね、はい、はい、これ切り返して頭が残ってて、でこれがキープできたまま腰のターンができると、はい、これさっきより腕のローテーションもできてるんで、はいはいはい、はい、
あ、これだとやっぱり距離は絶対伸びますね。ありがとうございます、はい、これが朝一の、はい、これも構えの時点でちょっと左乗ってますよね。あ、そうなんですね、うんうん、ここにだいぶ左股関節に乗ってますよね、はい、あ、そうですね、はいはい、左股関節に、はい、でここで腰は回してるんですけど、はい、右に乗ってないんですよ。右足乗ってないです、乗ってないです、はい、なんでこう、はい、トップの時も右股関節の上に頭がなくて、はい、でそこから突っ込んで、もう左にいますよね。いますね、はいはい、で手がもうこのままいってますね。そうすると、はい、これ腕のローテーションできない。あ、本当だ、はい、すごい、一つのことでいろんな体がついてくる。そうですね、一つ治ったら、はい、多分3つから5つぐらいは治りますよ、ね、あ、はい、すごい、はい、はい、ということで私のスイングを見ていただいたんですけれども、はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。これはきっとやっぱり朝一ですと股関節がやっぱり回ってない方も特に多い、はい、そうですね、特に、はい、やっぱり朝一ですから、はい、ちゃんと当てたいって思うじゃないですか、うん、そうするとどうしてもボールにこう構えが行きがちなんですよ。やっぱりボールに行ってしまってこうボールにちゃんとこうクラブを当てに行こうとする動きになっちゃうんで、はい、そうすると捻転もきれいにできないし、うん、股関節もきれいに使えないし、で軸もこうキープされなく、はい、結果的に、まあ、より悪いショットになっちゃうっていうことなので、はい、まあ、これぐらい の, あの軸のキープができるようになると、まあ、股関節軸ですね、はい、キープができるようになると、まあ、きれいに回るようになるんで、うん、朝一はもちろんあの、はい、まあ、ずっとですね、あの、はい、一日中それを意識していただくといいですよね。はい、ちょっとおさらいなんですけども、朝一、まあ、運動していただいて、でこの骨盤を意識するときはクラブを持って、そうですね、片足で立てて、でここに入れると、はいはい、このままここ、はいはい、お尻の右のお尻の張りを感じて、そうですね、右のお尻のこの張りがすごい大切ですね、はい、こういう感じですね、はいはい、で皆さんぜひ片足引いて素振りもぜひやってみてください、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、高橋としみです。そして内藤です。よろしくお願いいたします。はい、皆さん前回の動画見ていただきましたでしょうか。まだ見てない方はね、ぜひ見てください、はい、で前回はなんですけども、股関節の使い方だったり、ね、運動を教えていただいたんですけれども、はい、今回は効率よくドライバーを飛ばしたいということで、すごい一生懸命振っても飛ばない方もいらっしゃいますし、やっぱ女子プロとか見てますと、やっぱり線も小さくて、うん、細いじゃないですか。今女子プロ結構細い方が多くて、はい、にもかかわらずすごい飛ぶ、そうですね、今女子プロの飛距離はどんどん伸びてて、はい、女子プロが飛ぶようになった理由の一つは、もちろんしっかりトレーニングやってるっていうこともあるんですけど、はい、それ以上に彼女たちが飛ぶようになったっていうのは、やっぱりスイングがいいんですよ。あ、でスイングがいいっていう、スイングがいいっていうことは、はい、進化したクラブの使い方をうまくその使いこなしてるから飛ぶっていうことなんですよ。なので多くのアマチュアゴルファーの方はまだこのクラブの性能をうまく使えてないっていうことに、女子プロよりもやっぱり飛ばないっていうのは、うん、まずはこのクラブの使い方ですよね。あのパワーの出し方っていうのは前回もやりましたけど、はい、この股関節の使い方とかいろいろありますけれども、それ以前にクラブの使い方で一番大切なのはこのスイングプレーンを調整するってことだと、クラブフェースの安定ですね、はい、のこの2つがもう最も大切になるんですけど、意外とここはもう当たり前のことなんで、はい、ちょっと後ろに置かれがちなところではあるんですけど、はい、本当はまずそこがありきなんですよ。それがないと次がないので、はいはい、なのでこれはまずあの絶対覚えていただきたいところですね、はいはい、じゃあ今日ですね、スタッフさんの方でもう本当自称スイングめちゃくちゃだというおっしゃってる方がいらっしゃいまして、はい、であの動画撮っていただきましたので、そちらを見ていただきて、はい、あの改善点なども、はい、分かりました、お願いします。はい、じゃあ見てみましょう、はいはい、はい、それでは早速見ていきたいと思います、はい、これ後ろの動画ですね、はい、後ろで、なるほど、なるほどなるほど、フィニッシュ
飛ばないでしょうね。あ、本当ですか、はい、これでも見てるとすごく、うん、まあ、今ちょっとスローなんですけども、はい、しっかり思いっきり振ってる。振れてますね、はい、はい、振れてますし、まあ、スイングプレーンが、はい、まあ、スイングプレーンを整えようと思ってらっしゃる動きは感じられますね、はい、あ、本当ですか、はい、ただ、はい、結果乗ってないって感じですかね。乗ってないとか、このフェース向きとプレーンってセットなんですよ。フェースの向き、はい、フェースの向きとこのスイングプレーンってこれセットで直らなきゃいけないので、はい、ここですか。そうですね、この時にフェース開いちゃってるんですよね。上を向いてますか、はい、こうフェースがこう、はい、開いちゃってるんですね。ああ、はい、まあ、俗に振り遅れっていう形になっちゃうんですけど、なんでこれはまず構えが修正されないと、あ、構え、はい、はい、いけないパターンでは、ここですね、はい、ありますけどね。これはですね、多分本来のパワーの半分も出てないかもしれない。あ、いきます、正面見ていきたいと思います、はい、ここですね、この構えですよね。あ、これはでもすごいいいと思いますよ。多くのアマチュアゴルファーの方のミスなんで。あ、オーバースイングに 目が行きがちなんですけどね、そこが大きな問題の最優先事項ではないです。あー、はい、オーバースイングはスイングが良くなれば勝手に治ります。あ、そうなんですね、はい、勝手に治ります。はい、では早速スタッフさんの改善点を教えていただきたいと思います。お願いします、はい、お願いします。これはですね、アマチュアゴルファーの方の、はい、そうですね、7割以上、スイングに悩まれてる方の7割以上ぐらいに当てはまるかなっていうミスなんで、はい、私たちがレッスンしていて、はい、一番多いパターンです。何かというと、ゴルフクラブってそもそもこの左手が手前で自分側で、はい、右手が前じゃないですか、はい、でこう構えますよね、はい、でそうするとほとんどの方はこう構えた時に、はい、こう見ると右肩が前に出て左肩が後ろに行ってこう左を向くんですよ、肩が、はい、多くの方はで、はい、それ以上に問題なのが、手が前に出ることによって肩甲骨がですね、こう剥がれてこう伸びてしまって前に行ってしまって、で巻き肩になって、はい、で肘が外向きになるんです。体操の時にやりましたけど、はい、肘が下を向かないで肘がこう外を向いてしまうんです。で脇が開いてしまうんです。はい、でゴルフスイングって脇を締めなさいってよく言うんですけど、はい、それはそういうことです。脇を締めるってことは肩甲骨をパッキングさせるっていうことなので、肩甲骨がパッキングさせて正しい位置でこう構えたいんですけど、うん、右肩が巻き肩になってボールよりも左って言った方がいいですかね、はい、でそこから上げるんでこんな感じで上げてるんです。あ、これ開いてますよ、はい、ヘッドの向きが。これ見ていただいて分かるのか、肩まず前出てます、右肩が。でヘッドがプレーの方に行きました。でも肩全く動いてないんですよ。あ、で肩動いてなくてそこから持ち上がってくるんでオーバースイングになるんです。あ、でその時に肩まだこれでもあんまり動いてないわけですよ、はい、でプロゴルファーは肩甲骨がパッキングされて脇が締まって後ろにあるんです、はい、右肩が。でバックスイングで腰が回って肩が回った時に右肩がこう後ろに来るんです、はい、だそうすると先ほどの方はこう構えられてるので、はい、ここなんです。あ、でこう来てでそこから降りてくるんで、はい、体がダウンスイングでもう早く開いちゃってからクラブがプレーに乗ってるんで、なんかなんとなくアウトサイドインじゃないんじゃないかなっていう風にも見えるんです。右肩よりも低いところにシャフトがあるので。うーん、なんですけどこれ 3D で3次元で考えると、はい、体が開いてから降りてきてるんで、はい、これはアウトサイドインなわけですよ。体がもう開いてクラブが後から来るんで、はい、なんで結果的にカット軌道なんです。あ、なのでよく胸が右を向いた状態でクラブが降りてこなければいけないって言うんですけど、これはダウンスイングで意識するべきことではなくて、はい、構えとバックスイングでも決まってしまうわけですよ。あ、構えで右肩が正しいポジションにいて、はい、右肩がこう後ろに来ていればクラブを下ろせば
胸が右を向いたままクラブが降りてくるんで、これはカット軌道にならないわけです。正しい肩の位置から胸が回って、でこの胸が右を向いたままこう降りてきますから、でこれが先ほどの動画の方はここにいて、でヘッドが先に行って、はい、手が持ち上がって、でクラブがこう振り遅れてきて、肩はもう前出てしまってますから、体のラインに対してクラブが降りてくるんでカット軌道なので、はい、振り遅れてフェースが開きながらカットに当たりますから、うん、全部超えたものになっちゃう。あ、スライスして、はい、うまくここでキャストできてフェースが戻った時が一番ナイスショットになるんです。なので、はい、構えを直せば、はい、まあ9割治ります。おお、はい、構え構えだから多分、はい、ある程度改善させるのに、はい、元には戻っちゃうんですけど、ロジック的に理解できてないと、はい、でも多分5分で治ります。おお、さっきの方がまだいらっしゃったらちょっと直してみましょうか、はい、やりましょう、はい、では早速ちょっとアドレスから直していただきたいと思います、はい、お願いします、はい、じゃあアドレスしていただいていいでしょうか。いつも通り、はい、これ都心見てみると、はい、これ右肩です、はい、左肩、あー、わかります、はい、わかります。こんだけ右肩が前出て、はい、で肘がこれ見づらいですけど外向きになってるんです。はい、あ、はいはい、でこれを右手離していただいて、はい、ここが正しい位置なんですね。あ、で肘がここでグリップをしていただいて、まあ、極端なイメージだとここにもう空間ができるぐらい、はい、まあ、このここの差ってことですよね。そうです、そうです、はい、で肩もうちょっとリラックスだけしてもらえれば、これだけでまだ前傾姿勢とか直したいところあるんですけど、はい、これだけでかなり治る。へえ、はい、でここの肩甲骨、ここにシワができてるじゃないですか。これがパッキングできてる状態なんですよ。あ、はい、ここはパッキングできてないと綺麗に回らないし力も入らないですね。インパクトの時はこう肘曲がってなきゃいけないわけですから、あ、脇が締まったまま当たるので、はい、なんで最初にその形ができてないといけないんですね。右の脇が締まったまま、はいはいはい、これで打ってみましょう。一回素振りします。大丈夫ですか、ね、あー、オーバースイングは OK です。行かなかった、今行かなかったです。そこの肘の角度が全然違うの。そうそうそう、オーバースイングできない。そうです、ゆるゆるなんですね。そうですね、で、ちょっと待ってください。こうでしょ、で、ちょっと一回ここにシャフトを入れます。これぐらいの脇が締まってる感覚で、はい、で、左腕をちょっとリラックス、はい、もうそれぐらいでいいです。おお、骨的に止まるはずなんで、もしオーバースイングになるとしたらやっぱり緩んだってこと、最初に作ったパッキングが。ちょっと動画撮っていきます。おお、はい、ではまずですね、こちらビフォーアフター見ていきたいんですけど、まずこちらビフォー、ここからですね、スローで再生していきます。はいはい、いいですか、もうちょっと、はいはい、あ、おお、地面に当たりそうですもんね。はい、うん、おお、ではちょっとですねアフター見ていきたいと思います。はいはい、まず構え良くないですか。そうですね、カチッとした感じになって、はい、これでフェースも、はい、おおおお、ヘッドがこんぐらい違いますね。すごい違いますね、はい、おお、こんなに変わるもんなんですね。本当に肩と肘、そうですね、肩甲骨のパッキングと肘のポジショニングだけですね。はい、すごいですね、はい、このフェースも、あ、本当だ、はい、開いてないです、開いてないです、フェース、はい、で、あとこのトップのこのヘッドのマックスの、はい、ここオーバースイングがさっきと全然違いますね。全然違います、肘のポジションも全然違うので、わあ、すごい、はい、肩甲骨がこう外れてしまっていて外向きになってたらどこまでも行っちゃうわけですよ。これが肩甲骨正しいポジションにパッキングして、はい、肘のポジションが正しければもう肘っていうのはこうしか曲がらないので、はい、で肩甲骨パッキングされて回ってますからもうここまでしか行かないですよね。で、すごい柔らかい人でやっとこのぐらいまで行くっていうところなんで、正しい構えになった時点でスイングはもう全部変わるはずです。もう骨格のポジションが変わってるので、はい、はい、なので
あの逆に言えば骨格のポジション変えないで、でもうパッキングもしないで、はい、一生懸命オーバースイング直そうとしても、はい、ただただこう止めてるだけで、あのこれはあの改善にはならないんですよね。これはもうあのスイングプレーンにも乗るし、はい、あとはフェース向きも、はい、こうは外れてるところからバックスイング上げるんで、はい、全部開いちゃうんですよ。それが正しいところから回せば、はい、フェース面もコントロールできるし、スイングプレーンもその回転が良くならないと、はい、スイングプレーンにはこうクラブが乗ってこないんですよね。なので、まあ、その一つ良くなっただけでプレーンも良くなるし、はい、フェース面もコントロールできるようになってくるっていうのが、やはりスイングっていうのはもう全部つながってるので、はい、一つが良くなれば3つも4つも5つも良くなってくるっていうところですよね。この一瞬で本当に3分でいっぱい治りましたね、はい、いっぱい治りましたいっぱい治りました。すごいです、はい、ゴルフはボールが止まってるんで、はい、最初の姿勢が、姿勢と骨格のポジションが何よりも大切ってことですね、うん、はい、貴重なお話を聞きました。だからこそ女子プロの皆さんはできてるから全然力んでいる感じに見えないんですけども、しっかり飛ぶという、そうです、正しい骨格ポジションで正しいねじれを効率よく連動させてるんで、はい、彼女たちは飛ぶわけです。ちなみにちょっと一つあのお聞きしたいんですけれども、この肩をうまくこの正しい位置にさせるためにやっぱこう先ほどこういう風に入れてたじゃないですか、はい、肘も下向けてっていう、はい、こういう動作はやっぱり大事ですか。そうです、このまず構えて、はい、あのまっすぐ立っていただいたら、はい、まずこう手をまっすぐ上げて親指が上じゃないですか、はい、でこれをまず肩がこう出てるのを引っ込めて、肩甲骨の位置を正しく、脇が締まるところまで持ってきていただいたら、そこで親指を少しこう手のひらを上に向けるように向けていただいて、でそうすると肘が下向くじゃないですか、はい、ここから正しく握っていただく、あ、はい、そうです、はい、そうするとこの肘が下を向いたままグリップの握りも正しく、グリップっていうのはやっぱり最終的にはこう左は少しこう右寄りに回って、うん、右は左寄りに回る感じになるんですけど、ただここだけ意識すると肘が上がっちゃうんですよ、で肩も上がっちゃう、はい、でなので先にこちら姿勢と肩のポジションを良くした後にグリップの形を作ってあげるっていうのが、ここがゴルフのすごく大切なところなんですけど、はい、一番難しいところと言ってもいいかもしれませんね。あ、うん、なのでここのこれがどうしても、はい、例えば肩甲骨パッキングさせて下から持つと今度こうやって握っちゃったりとか、あの手のひらが上になったまま握っちゃったりとかするんですけど、はい、でこれを直そうとすると今度は肘が上がっちゃったりとかで肩も上がっちゃったりとかっていう、はい、ここがすごく難しいところ、ここはぜひ、はい、反復して鏡見たり動画見ながらやっていただきたいところではありますね、はい、はい、ということでまずはこちら効率よく飛ばすための一番基本的な部分を、はいはい、教えていただきましたね。まあ、これはあの基本中の基本なんですけど、はい、これプロたちも常にチェックしてるところでもあるので、はい、なのでこの上級者の方、初心者の方、年齢も性別も問わずやっていただきたいところですね、はいはい、皆さんぜひやってみてください、はい、でこれプラスですね、はい、今の動き、先ほどの動画の方とトシミンとですね、はいはい、やっぱりクラブの動きを良くするためにやっぱりちょっとミスな動きが2人ともあったんですよ。おはい、はい、今の動きプラスですね、もう一つ、はい、もう一つ、はい、なのでこれをまた今度次回は、はい、ちょっとご説明したいと思うので、はい、はい、ぜひお願いします、はい、皆さん次回もお楽しみに。ありがとうございました。 ありがとうございました。皆さんこんにちは、高橋としみです。そして内藤です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、前回はですね、効率よく飛ばすためにレッスンしていただいたんですけれども、はい、そちらね、まだ見てない方はぜひ見ていただいて、で今回はですね、なんと私とスタッフさんの共通してちょっと直した方がいいっていうところがある。そうですね、はい、これはアマチュアゴルファーの方はかなりの方、はい、極端な大げさな言い方すると調子悪い時も含めたら、はい、シングルプレイヤーも含めて9割以上の方が、はい、はい、出るミスで、できるミス、特に女性の場合はそれが分かりやすく出るっていう感じですけど、先ほどスタッフさんも同じミスがあったので、はいはい、これが治れば相当スイングは良くなりますし、はい、で前回言った
何よりもこのスイングプレーンが大切っていう、このプレーンの安定に不可欠なんですよ、うん、なのでこれはぜひ覚えていただきたいところですね、はいはい、では早速ちょっともう一度動画見て、はいはい、行きたいと思います、はいはい、では最初にですね、私のスイング見ていきたいんですけども、こちらはですね、まだ朝レッスン受けてない一発目のドライバー、正面から見ていきたいと思います。ここですね、はい、からこの辺からですね。あ、この辺ですか。あ、そうです、そうです、このトップスイングが綺麗なんで分かりづらいと思うんですけど、うん、まず構えが先ほどのスタッフさんと、はい、同じミスがあるんですよ、やっぱり、はい、少し肩が前に出て、私もちょっと出ます、はい、右向く癖があるっておっしゃってたじゃないですか、はい、これは右向く癖と肩が前に出る、右肩が前に出る癖っていうのはこれセットなんですよ、はい、あ、そうなんですか。まっすぐ向いてて右肩が前に出たら左向いちゃうじゃないですか、はい、で右向くんですよ。でよく右向いてますよって言われる人多いんですけど、はい、右向いてるの直したところで何の改善点にもならないんですよ。肩が左向いてしまってるので、はい、右向いてなんとなく合わせてるわけですよ、はい、でこれででもやっぱり足が右向いてるので、はい、やっぱり右飛んでちゃう時もあるんですよ、はい、でその時に同伴競技者の方が、うん、今右向いてたよって言うじゃないですか、はいはい、でもこれは肩が前出てることからの連鎖なので、そうなんですね、はい、右向いてるのを、あ、じゃあ左向きますって言っても今度は肩が左向いちゃうので、はい、今度アウトサイドになって今度引っ掛けかスライスになっちゃうんですよ、はい、いやもう本当にそれです、はいはい、で肩が出てるんですよね。これは先ほどのスタッフさん、はい、前回のねスタッフさんと同じミスです、はい、でそこから回してるんですけど、やっぱりスタートが肩が少し前出てるところからスタートしてるので、はい、この胸椎の回線が足りないんです。あ、でそうすると、はい、肩前出てるじゃないですか、ここでブロックかかっちゃってるわけですよ、うん、でブロックかかっちゃってるとここからどうするかっていうと、こうやって反ってバックスイング。あ、なので、はい、トシミンのこのトップの位置見ると、はい、背中反ってるの分かります？ここですね、はい、これ反ってるじゃないですか。女性の場合体が柔らかいから余計分かるんですよ。なので、そうなんですね、極端にやるとですよ、はい、極端にやるとこうやってバックスイング上げて、はい、こうやってフィニッシュ取って、あ、極端にやればすごい。ちょっと実際にですね、スタッフさんのももう一回前から、はいはい、見ていきたいなと思います。これやっぱり右肩出て、はい、ボール位置がすごい左に見えるじゃないですか、はい、でここでも回転が止まってしまって、あと手で持ち上げてるんですよ。あ、なんでちょっとこうそっくり返ったみたいな感じになって、うん、オーバースイングになるんです。で今度お腹が今度出るんです。あー、本当だ。反って振っちゃってるんですよ、回転じゃなくて、はい、はい、これが回転で振れるようになれば、はい、スイングプレーもおのずと良くなるわけです。こう反って、はい、反って振ってるのに、はい、プレー良くならないじゃないですか。そうですね、これが回転に反って振れるようになったらプレーも当然良くなるっていう、はい、ことになります。じゃあちょっと実際にやってみたいと思います。はい、はいはいはい、ではまずはですね、内藤さんに実際にどういうふうに私たちがやってるのかを再現していただきたいと思います、はい、まずですね、はい、皆さんの多くがどうしてもこう肩が少し巻き肩になって肩が前に出てしまっている状態になってるんですね。そうするとこういう感じに肩が前に出てしまっているので体を回そうとしても途中で止まってしまうんです。でそうするとクラブはここまで持ち上げなければいけないですから、体を反りながら上げたり、こう反りながらですね上げたり、ある人はここから少し体を揺さぶりながら上げたっていう、いろんなパターンがあるんですけど、まあ、大きい2つはこう反る方と揺さぶる方ですよ。でこれが正しいポジションに肩が来て、肩がきれいに回るとこの辺りきれいに回ってプレーに乗りやすくなるんです。なのでまず練習としては、スタンスをすごく狭くします。すごく狭く、はい、スタンスをすごく狭くします。でこの状態で肩のポジションを前に出さないように右脇を締めて肘を下に向けてグリップをします。
でこれこう構えます。でこの肩が前出てない状態ができたら、あとはあまりこのスイングプレーンのことを考えすぎないで、体をきれいにこう回してあげる、はい、でこの時にお腹、これ腹圧ですね、このお腹がこの反り腰になってお腹が出ないように、少しお腹が引っ込んでる、はい、引っ込んでる状態をキープして回して回す。なので構えさえできたら、あとは一番意識したいのはお腹です。お腹が悪いパターンは反って反るですね、反って反る、だこれがへっこんだまま、引っ込んだまま回って回る。ちょっと一回ってみましょうか。でお腹がこう反らない、へっこんだまま、スタンスはちょっと狭く、ドライバーの広さじゃなくてアイアンよりもちょっと狭いぐらい、へっこんだままお腹を引っ込めて回して回す、お腹を引っ込めて回して回すっていう感じですね、はい、やってみましょう。ちょっと私もやって、はい、まずは素振りからやってみます。スタンスを狭くして、この肩ができていれば、はい、でなんかまだ、はい、ちょっとこれ見ていただくと分かる、ちょっとクラップして、はい、はい、ちょっと構えててください、はい、これもう女性特有なんですけど、はい、ちょっとこう反っちゃってるの分かります？あ、はい、これがここグリップがつくぐらい背中を少しお腹引っ込める、そうですそうです、あれ、はい、これなんか私の中ではもう丸めてるんですけど大丈夫ですか？まっすぐですね。あ、バルバってないですね。いつもの私はこうなんですけど、はい、腹筋に力が入ってないんですよね。スイン、ポコッと今出てる感じですね。そうですそうですそうです。この溝落ちとおへそまでの距離をこうちょっと近づける感じですね。はい、そうですそうです。でそのままお腹が反らないようにバックスイングしてみてください。はい、ちょっと反ってますよ。お、はい、こう。ちょっともう一回構えていただいて、はい。はい、上げてください。こうして、はい、上げる、はい、この時にお腹引っ込める、引っ込める、そうですそうです、え、待って、これ、はいはいはい、引っ込める、はい、で振ってここでも引っ込める、引っ込める、そう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 、あ、はい、はい、あ、はい、引っ込めすぎるとあれなんで、ちょっと下っ腹にクッと力を入れたんです、はい、こうしてこう、はい、合ってますか？そうですね、ちょっと待って、それで、はい、ちょっと構えていただいて、はい、でこれぐらいの感じ、うん、あ、いい感じですね、はい、はい、私これ、ね、猫のポーズな気がしてきました。猫のポーズですか？はい、結構筋肉使います。筋肉すごい使うんですよね、実際、はい、そう、ほんとこう、はい、こう、うん、合ってますか？ではちょっと今ですね、構えた時に腰の感じを写真撮ってもらって見ていきたいんですけど、はい、まずはこちらビフォーですね、はい、これがビフォーですね、はい、これ見てもらうと、でちょっとこれこう反ってますよね、はいはい、で右肩も入ってる私、はい、で、ああ、はい、でもあの猫のポーズみたいになってるっておっしゃったじゃないですか。私こんなに普通なんですね、はい、なんか構えた時は、はい、もうすごい極端なんですけど、もう腰がしけたっちゃった感じがするんですよ、はい、そうなんです。でも今こ、はい、普通です、ね、そんなに変わらない、そして、はい、綺麗、はい、まっすぐですよね、はい、そうなんですね。これ腰反ってる方じゃ非常に多いかもしれないですね、これ男性の、女性の方が目立つだけで、はい、女性も男性も同じです、はい、結局腹筋に緩みが出てると、はい、どうしてもこう反っちゃうんで、反り腰になっちゃうので、なので女性は反り腰が目立つだけなんですよ、はいはい、なので男性も女性も基本は同じです、なので反り腰の方はすごく多いです。でこの感覚猫のポーズのまま、はい、先ほど私がこうちょっと打ってみせたような感じで打っていただくと、はいはい、スイングプレーンが絶対良くなります。ちょっと実際に私もこれ意識して打ってみたいと思います。これを一回構えて、うん、スタン狭くして、うん、腰を猫にして、そう、猫にして、これめっちゃ猫じゃないですか？曲げて力入れて、
本当ですか？はい。私これ猫です、はい、これでちょっとスタンス狭くしてで、くるくるっと回ってあげてください。はい、はいはい、そうです、そうです。乗って、はい、もっと力入れてお腹に、はい、猫のポーズしたら、はい、お腹が絶対に前に出ないようにそのままスイング、はい、いきます。はい、オッケー、ナイスショット。オッケー、ナイスショット。めっちゃいい球すごいお腹に腹筋使いますよね。使います、はいはい、こんなに普段使ってないです。プロゴルファーの人ってよくスイングでどこ意識してんですかとかって言うと、ちょっと考えた後に腹筋かなっていう人多いと思うんですよ。あ、はい、それが今の動きですね。女子プロは特に体柔らかいから、あの反り腰になりやすいんですよね。だから特に女子プロなんかは飛ばそうとした時にこれが緩んじゃうともう最悪なんで、もう飛ばすぞってなった時によりこの腹筋を意識することによってこの熱いインパクトになるっていうことですよね。なんかあんまり力入れると力んじゃいそうな感じを勝手に持ってたんですけど、はい、なんかちゃんと回って腰が反ってなければスムーズにいくんです。そうなんです。あの、はい、背骨は正しいこのラインにいないとこうくるくる回らないわけですよ、はい、これが反っちゃうともう回らなくなっちゃうんですよね。骨ってこっちがボコボコボコってなっちゃうんですから、これがこう、はい、こう噛み合っちゃうんで、あの回りづらくなっちゃうんです。でこれが正しいラインにいるから初めて回るわけです。なので反り腰だと回らないわけですよ。はい、反り腰だったんですね。はい、反り腰って意識なかったですか？なかったです。あ、やっぱりあのなんか多くの方がそうです。私多分反ろうと思えばもっと反れるんですよ。あ言い方変ですけど、でも逆にちょっとわざとちょっと腰痛気をつけながらですね、はい、腰痛気をつけながらわざとちょっと反り腰、私これが多分いつも通りで、はい、で、ね、猫のこのぐらいが多分、はい、いいって言われてるんですけど、はい、私多分反り腰になろうとこうできるんですよ。あ、そうですね。でそれでゆっくり回すともうこれって回んないんですよ。回んないから、そっからだともう反る、あの反り返るしかないんです。トップ。こういうふうに。そうそうです、そうです、そうです。例えば反り腰も打ってくださいなんて言ったらもう一発で腰痛になります。あ、そうなんですね。はい、危ないです。あ、はい、気をつけます。はい、で私たまに自分でもよく動画撮るんですけど、あのテイクバックしてよいしょってたまに、はい、こういういるじゃないですか、はい。ここまで綺麗なんですけど一瞬こうしてこう来る。そうです。これって反り腰。反り腰です。あ、そうなんです。はい、反り腰です。わかりました。途中でもう回らなくなってるんで、はい、回らないのをこう自分で持ち上げてあげてるんですよ、はい、これはあの荷物をこう上に乗せるときに正しい姿勢だったらここから手が持ち上がって乗せられるんですけど、はい、肩がこう前出て猫背の方だとここまでしか上がらないんですよ。なんでそうするとそこから荷物を乗せるのにこうなっちゃう。腰をこう、そっちゃう。これとバックスイングの同じです。じゃあゴルフやって腰痛めちゃう人は反り腰の人はかなりいらっしゃる。反り腰の可能性がかなり高いです。反り腰とあとは肩が前です、はい、ありがとうございます、はい、これはなんかただあのそのスイングをきれいにするだけじゃなくてそのずっと長くゴルフをしていく人のためのものでもありますね。反り腰怪我防止、怪我防止にもなりますし、はい、これ寒い時に、はい、寒い時でも体が正しく動くためには、うん、そういう正しいポジションじゃないと難しいですよね。だから寒い時にやっぱりより怪我しやすいですから、はい、寒い時こそこのポジションには気をつけていただきたいですね、はい、あのコースでは、はい、もう当分もう腹筋だけ意識だけでいいと思います、はい、あ、本当ですか。構えのバランスまずやったら、はい、もう腹筋だけ、腹筋だけ、はい、もうであの正しいポジションだと右足は、まあ、前にあった右足を踏むっていうのはできてくるので、はい、あ、こう構えてたら反り腰で肩前出てたら踏めないじゃないですか、はい、もう左しか踏んでないん で,、はい、でこれが正しいポジションで構えられて、はい、反り腰直ったら正しく回りますから正しく回れば踏めるんですよ、はい、なのでまずは正しいポジション作ったら腹筋です、はい、腹筋、はい、これでもうドライバーからもうアプローチパターまで全部良くなると思います。あ、すごい。ちょっとおさらいしていきたいんですけど、おへそとここの、はい、なんていうこの骨と骨の間のところとおへそを
近づけるイメージで、あ、ごめんなさい、そうですね、あばらの一番下のところと一番下のところおへその下、はい、よく丹田とかって言いますけど、はい、これがこう伸びちゃってるとダメですね。でこれがこうすると近づける感じ、こういう風になっちゃうんで、はい、近づける感じ、近づける感じで、はい、そうです、はい、力を入れる、はい、っていうことを意識して、皆さんこれで綺麗にスイングもできますし、あとやっぱりずっと長く反り腰でやっていきますと怪我にもつながりますので、はい、皆さんこちらぜひ気をつけてみてください、はい、今日はありがとうございました。 ありがとうございました。皆さんこんにちは、高橋さしみです。そして内藤です。よろしくお願いいたしま す。前回はですね、その私とスタッフさんのスイングを見ていただいて、はい、自覚はなかったんですけども、はい、反り腰になっていて、そうです、ね、このスイングプレーに乗っていないっていうことが発覚しまして、はい、あの改善を教えていただいたんですけども、今日はですねこちらセカンド時点に来まして、はい、ウッドとアイアンを見ていただきたいなと思いまして、はい、フェアウェイウッドですね。そうです、はい、フェアウェイウッドとアイアンなんですけども、はい、私個人的なイメージなんですけども、やはりウッドがいいとアイアンが良くなかったり、はい、アイアンがいいとウッドが良くないっていう方が結構多く聞くんですけど、うん、ね、はい、このスイングっていうのは違いはあるんですか？まあ、特にドライバーとアイアンっていうことでいうと、はい、もうかなり大きく違って、はい、ドライバーはあの前にレッスンさせていただいたように、はい、右股関節軸で右股関節に乗ってそのままパーを出してアッパーブローになるんですけど、はい、アイアンの場合は左股関節軸になって、でそのまま左股関節を軸に打っていくので、あ、まあ、ダウンブローになるわけですよ、はい、でこれ前にもあのこのウームさんでレッスンさせていただいたことではあるんですけど、はい、でこれのまたフェアウェイウッドとアイアンっていうのは長さが違うので、はい、このダウンブローにする度合いっていうのが変わってくるわけですよ。なので例えばアイアンのようにフェアウェイウッド打とうと思ってもうまく打てないし、はい、でドライバーのようにフェアウェイウッド打とうと思ってもうまく打てないって、まあ、ある意味そのフェアウェイウッドって何ですかね、中途半端っていうか、あのどっちつかずなところがあって、はい、それでフェアウッド苦手っていう方がやっぱり多いんだと思うんですよね、はい、なのでフェアウェイウッド その注意点とかっていうのをこうしっかり把握しておいてもらえると、はい、まあ、その中途半端さがなくなって、まあ、しっかりフェアウッドも得意になってくるっていうことだと思うので、はい、そこを今回はですね、はい、フェアウッド苦手って方がすごくなんか多いんじゃないかなって僕思うので、私も苦手なので多いと思います、はい、実際皆さんもですねよかったらコメント欄に私はウッドなのかアイアンなのか苦手なのぜひ書いていただいて、ちょっとこちらでもね知りたいですね、皆さんの悩みを、はいはい、じゃあちょっと今回フェアウッドとアイアンと両方レッスンしていきたいと思うんですけど、はい、まずはじゃあフェアウッドやりたいと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、お願いします。では早速やっていきたいんですけれども、はい、実際私がこのシチュエーションになった時に、はい、ウッドを持つじゃないですか、基本的に、はい、やっぱり飛ばしたい時に持つんですけど、やっぱりそのウッドっていうのはボールが上がらないイメージと、うん、そのアイアンと違ってミスした時のなんていうんですかね、これだけ広いんですけど、うん、本当にこの左のバンカー越えて奥の林に行くこともあれば、うん、チョロしちゃうこともありますし、うん、でどうしても持った時ガチガチになっちゃうイメージがあるんですけども、そうですね、これは先ほど言った左軸股関節軸右股関節軸とまた、はい、全然関係ないところで、はい、ちょっと今アイアン持ってきますね、はい、これ7番アイアンなんですけど、はい、7番アイアンとこれ5番ウッド、はい、長さがこんなに違うんですよ、はい、で来角ってあるじゃないですか、来角が7番アイアンでこれぐらいなんですけど、はい、5番ウッドってこんなにフラットになるんですね。うーん、構えた時にですね、そうです、構えた時のこの来角っていうこの角度ですね、はい、だからこれだけフラットになるんですよ。まず長さが長いとそれだけ大振りになりやすいってことです、このクラブに振られる力が大きいので、はい、なので思ったよりも大振りになってるってことが一つ、でもう一つはやっぱり遠くに飛ばさなきゃいけない、例えば200ヤード近くここあるじゃないですか、はい、200ヤード先まで飛ばそうっていう意識があるだけで力むっていうこともあります、はい、これが例えばあの200ヤードじゃなくて100ヤードだったら力まないと思うんですよ。これで100ヤード打とうと思ったら確かにそうですね、絶対力まないですよね、はい、で大振りにも なりづらいですよね、このクラブが長くても、うん、はい、でこれがまずあるので、はい、クラブの性能をしっかり使ってないっていう、自分のパワーで活かせようとしてしまってるっていうことがまず一つあるんですよ、はい、でこれをまず注意していただきたいということと、あとはクラブのこの長さに対するこの来角ですよね、はい、来角がフラットっていうことはスイングプレーンもフラットになります。例えば、はい、7番アイアンのバックスイングが
この来角ですから、ここにこう上がってくるものに対して5番ウッドだとこんなにボールも遠くなりますし、はい、フラットになるので、こういう感じで低いところに上がってくるんですね。あ、そうすると、はい、それだけこのインパクトエリアで低いところをスーッと抜けていく形になるので、ちょっとでも軸がずれたら大きなダフリとか大きなチョロとかトップみたいなのとかにもなりやすくなるし、はい、でフェースもフラットな分開きやすいので、開いたら右、それ嫌がってかぶしちゃうと左っていうことで、アイアンよりはミスがもうかなり大きくなっちゃうんですね。なので軸の安定っていうのをすごく気をつけなければいけない。アイアンの場合はダウンブローで打てばいいので、多少この打ってから一歩前に出るぐらいこう軸が左にずれていってもいい球を打てるんですけど、フェアウェイって言ってそれやるとボールが全然上がらないから逆にチョロになっちゃったりするわけですよ。なのでフェアウェイウッドは多少手前を 滑る少しこうするような形でもいいので、はい、手前から体の軸を変えないで回転させていくことがすごい大切になるんですね、はい、なのでそれがうまくできればフェアウェイウッドって意外と簡単。ここがアイアンとドライ、うん、あのダイアンとフェアウェイウッドとドライバー、この3つの意識しなければいけないところはそれぞれ違うんですよね、はい、なのでドライバーとアイアンってスイング一緒ですかってよく質問されるんですけど、はい、動きは、まあ、そんなに違わないので同じとも言えるし、はい、だけども意識しなければいけないところは一つずつ違うので、うん、全然違うとも言えるんですよ。あ、なので今回はフェアウェイドが苦手な方のためのフェアウェイドの意識の仕方ですね、はいはい、そこをやりたいと思います。わかりました、はい、ぜひお願いいたします、はい、お願いします。お願いいたします、はい、フェアウェイウッドはやっぱシャフトがこう長いんですよね。長いのでまず構えたこの軸に対して例えばボールを上げに行って体が右に傾いたり、逆に捕まえに行こうと思ったアイアンと同じこうダウンブローのイメージが強すぎると今度は軸が左にずれたりとかすると、この少しのずれでシャフトがこの来角がフラットな分だけ大きくミスが出てしまうんですね。なので軸をキープしてこの来角通りに振っていくことがすごく大切になるんですけども、まずこの構えですね。構えた時にまずまっすぐ立ったところからグリップを作ったら、そのまま下に下ろしてこのグリップエンドが左股関節の内側ですね、左股関節の内側に来ていることを確認してください。でそしたらこの形ができたらこの軸を中心に体をこう回していくイメージですね。そうするとなんかボールが捕まらないでダフっちゃいそうなイメージが出る方が多いんですけど、そうしないと逆に軸が左にずれて逆にトップやチョロが出てしまうということになるんですね。なので多少手前をダフってもいいから手前から滑らせながら体を回転させていくっていうイメージがフェアウェイドの場合大切なんです。その分このソール幅が広いですから、ソール幅が広い分だけ手前を滑らせてもうまく滑ってくれるのがアイアンと違ったフェアウェイドの特徴でもあるので、手前からこう滑らせるように打っていくということが一つ大切になります。ちなみに左の股関節にグリップをするとボールの位置って少しだけ左寄りになりますか？そうですね、アイアンよりも左股関節の内側にボ、はい、あのグリップエンドを持ってきて、でアイアンの場合はもうちょっとハンドファーストになるんですね、はい、でその分だけボール位置は右になるんですけれども、はい、フェアウェイウッドの場合はそのままこのクラブフェースのところからシャフトのグリップエンドのところまでがほぼまっすぐになってくるので、その分だけアイアンよりは少しボールの位置が左になる。プロの中には全部同じ位置で打つ選手ももちろんいるので、それはなんで同じ位置かというと若干のこの重心位置を変えてるっていうことですね。なのでプロの中にはいろんな人がいるんですけども、まあやりやすいのはアイアンよりほんの少しだけボールもそうですね、半分かあのそれぐらい3分の1でもいいのでちょっとだけ左に置いてあげる方が手前を滑らすイメージは持ちやすいということになりますね。ただどっちかの股関節には絶対軸がなければいけないので、どちらかの軸という意味ではダウンブローで打つ以上は左軸、このフェアウェイウッドアイアンだとまあこれぐらいの来角になってくるので上に持ち上げやすいですし、ダウンブローにも打ちやすいんですね。なんですけどもフェアウェイウッドの場合はこれだけフラットになってくるので、このフラットになりすぎて手元が浮いて体が結果的に起きてしまう。でミスした時にあ体が起きたっていう言い方をされる方が多いと思うんですけど、体が起きたっていうのはこれは結果論、これはフラットすぎてグリップエンドが浮いてしまったことによって体がうまく回転しないので
起こしながらクラブヘッドを持ってくるので結果的にこれがチョロになってしまう。なのでフェアウェイウッドではこのフラットになるのは来角がフラットなんで当然なんですけれども、それ以上に手元がこう浮いたり前に出たりしないように気をつけなければいけないんですね。なのでインパクトの時にこのグリップエンドが構えた左股関節内側、ややおへそ寄りですね、おへそ寄りに向かってきて戻ってから当たるイメージが、はい、大切になります。これが出てしまうとダメなので、グリップエンドがちゃんと戻ってきて滑らしながらターンしていくっていうイメージが大切になります。そうするとこれダフんないのかなっていう感じになると思うんですけど、これは何回かやっていくうちに、あ、これぐらいのリリースポイントなんだっていうのが分かってくるので、これは何球かわざとミスを出しながら感覚的に掴んでもらえると、このヘッドが戻ってくる、ターンしてフィニッシュまで行くっていう感覚がつかめるので、そもそもこれ5番ウッドで18度ぐらいしかロフトがないですから、この18度のロフトを18度なりに上げていくためには、そのリリースポイントっていうのがものすごく大切になるんですね。なのでこのフラットな軌道から捕まえに行くと手元が浮いてしまうっていう、これが一番の大きなミスになって、それプラス軸が傾いたり突っ込んだりするとさらに大きなミスになるので、はい、この2つを出なくさせればフェアウェイはむしろ簡単になると。私はずっとすごく苦手だったんですよ、フェアウェイウッドが、はい、でその芹沢プロに教えていただいたんですけども、ちょっと突っ込みがちなんですね、うん、おそらく、はい、私の場合は、でこのボールよりも先に頭が出てるっていうふうに教えていただいたので、多分私はこっちの突っ込み派ですね、はい、突っ込み派で、でそれもなおかつここヒールに当たってこっちに行くところにチョロで、はいはい、突っ込みアウトサイドインっていう、ああ、こういうことですよね。そうですね、はい、多分これが多くて、ちょっともうウッドに関してはちょっと半分諦めて、はい、これは前に転がすクラブっていう意識で上がったらラッキーっていうぐらいに思う時に使うんですけど、なるほどなるほど、一回アドレス作ってみていただいていいですか、はい、いつも通りこれぐらいですよね。そうなんです、でしかもアイアンの考え方が似てるんです。あ、ちょっとハンドファーストなんです、私若干なんですけど、こういう感じで、若干じゃないですね、あ、しっかり、あ、しっかりしました。なのでハンドファーストに多分もう本当アイアン打ちをしてました、おそらく。あ、でもね、これはトシミンのこのミスはアマチュアゴルファーの方の、はい、多分大多数だと思います。あ、そうなんですか。まずボールを捕まえたくてハンドファーストになる、はい、そうです、多分ハンドファースト。ちょっとカメラに正面向いてもらっていいですか、はい、でちょっとハンドファースト構えてもらっていいですか。いつも通りの構えだとこういう感じです。そうですよね。本当にでこのままちょっと構えててください、はい、これハンドファーストになってるじゃないですか、はい、これ持ち上げますよね、はい、で僕が言った位置にグリップエンドを持ってくるとここなんですよ。あ、とフェースこんなに左向いてるんです。本当だ。でこのまま構えてみてください。こんなになっちゃうんです。あ、だから引っ掛けることが多いんですね。これは引っ掛けますよね。こうやって見ると綺麗なんですよ。これでフェースまっすぐなんですね。でこうやっても、はい、持ち上げるとまだハンドファーストのまま持ち上げる。これまっすぐなんです、はい、フェースが、はい、でこれをグリップエンドを、はい、僕の言った位置に持ってくると、はい、これだけ被っちゃうんです。被ってます。だから当たった時にでも左に行くってことですよね。でまっすぐ向けて打つと、はい、ロフトが、はい、これ多分クリークなんで5番と18度ぐらいだと思うんですけど、はい、多分10度ぐらいしかないんです。だから、はい、上げに行くと今度すくっちゃうわけですよ。だからさっきの体が傾いちゃうんです。なんで構えた時点でミスする要素がもうすごいある。これは多くのアマチュアゴルファーの方がそうです。これなんでかというとフェアウェイと長いしフラットだから捕まんない感じがするんですよ、はい、だから捕まえたくてハンドファーストになっちゃうんですよね。あ、うん、なんですけどこれはもう絶対にやっちゃいけないことなんです。はい、はい、なん であともう一つ、はい、もう一つ、はい、一度カメラに向かって構えてもらっていいですか。はい、はい、いつも通りで打つぞっていう感じで、はいはい、打つぞ、はい、こんな感じです。多分ちょっとスタンス広いです。あ、広いんですか、はい、そうだから7番アイアンぐらいで構えてもらっていいですか。で1回じゃあ7番アイアン持ってきます。こうですかね。はい、これ1回7番アイアンを構えてもらって、はい、7番アイアンで構えて、7番アイアンの多分このぐらいですね、はい、ですよね。これで私ハンドファーストです。はい、ハンドファーストでこれをハンドファーストしないで、はい、でこれで5番ウッドに、はい、この位置は関係なく、はい、戻してもらって、でちょっとだけスタンス広くする感じ。ちょっとだけ、はいはい、このぐらい
これなんでかっていうと、このスタンスの広さとアッパーブローになるかダウンブローになるかっていうのはすごく大きな関係性があるんです。あ、そうなんですね。例えばドライバーだとこうスタンス広、まあ、これちょっとやりすぎですけど、はい、そうすると右肩の下がる度合いが大きくなるので、はい、アッパーブローが強くなる。でこれがスタンスが狭くなればなるほどダウンブローに打ちやすくなるわけですよ。ちなみにドライバーでも例えばスタンスがすごく狭いとちょっとレベルになってボールが上がりづらくなります。なので、はい、ドライバーで飛ばしたい時とか、あの例えば打ち上げのホールなんかっていうのはスタンスを広くする必要があります、はい、で逆に打ち下ろしのホールなんかスタンスを狭くしておけば球が上がりきらないので、うん、逆にライナーで打ててボールが曲がりづらくなる。そうなんですね。スタンスでこんなに大きく変わるんですね。スタンス大きく変わるの で、はい、先ほどちょっと正面から見てた時にやっぱりちょっとスタンス広いなっていう感じです。そうなんですね、はい、長いからついついこうやって振り負けないようにと思っちゃうじゃないですか、はい、長いから、はい、で振り負けないようにっていうのはこれは軸がぶれた時の話で、あの狭くても軸がぶれなければ綺麗に回るはずなんで、狭すぎもダメなんですよ、はい、強く振れないので。ちょっと狭めからちょっとずつ広げていってちょうどいい位置をご自分のを探すっていうのがいいですね。人によってどれぐらい広いかがまちまちなんですけど、うん、ただ多くのアマチュアゴルファーで特にフェアウェイ苦手な方は広すぎます。あ、なのでアッパーになっちゃうわけですよ。こう右肩下がっちゃうので、はい、アッパーになっちゃうんですけど、アッパーじゃダメだって分かってるので今度突っ込んじゃうわけですよ。なんでこう回転じゃなくてこう右肩下がったり頭が突っ込んだりっていうこの両方のミスが出ちゃうんですよね。なのでまずはスタンスちょっと狭めにしてで打っていただけると自分のこのスタンスの幅の広さがつかめてくるので。わかりました、はい、これちょっとやってみましょうか、はいはい、でちょっといろいろ意識してやってみます、はい、スタンスとあとはハンドファーストしない、はい、あとはもうお腹でいいですね。お腹、はい、そうです、そうです、はい、練習なんで、はい、もうちょっと狭くしましょう。もっと狭く、はい、それぐらい、このぐらい、はい、もう7番アイアンよりもちょっと若干狭めぐらいな。そうですね、そうですね。で真ん中で7番アイアンよりちょっと狭いぐらい、お腹、はい、おー、あー、いいじゃないですか。ちょっと打ってみましょうか。打ってみます、はい、狭くして狭めでハンドファーストになってないですよね。オッケーです、はい、お腹意識して、はい、おー、上がりました。ナイスショー。しかもこれちょっと左足下がりなんですよ。そうですよね、上がりました。上がりましたね、はい、で今のダンサーバーでももちろんコースでもオッケーですし、はい、じゃあ、 あともうちょっとだけ広げてみましょうか。はい、広げて真ん中でお腹。あ、ちょっと右に行っちゃいました。今は広げた分だけちょっと右にスウェイしました、はい、バックスイング。バックスイングだ、はい、はいはい、ドライバーほどそんなしっかり乗らない。そう、そうです、左股関節軸なんで右に乗っちゃうともう左に乗らなくなっちゃうので、はい、すごい出ます。 あれね、スウェーなんですよ。腰ってバックスイングの時に1センチでもずれちゃダメ。あ、そうなんですか。これ足首、膝、股関節が一直線上にあるじゃないですか、はい、これ1センチでもずれたらこの組み上がってる関節がもうずれて力が入んなくなっちゃうんですよ、はい、ってことはもう回らなくなっちゃうんです。なので今のあのミスは、はい、その右にちょっとそのスウェーがもう回転を阻害しちゃってるんです。そのスウェー、はい、こうしてるってことですよね。そういうことです。こう、はい、そのままお腹が緩まないで、あ、そうそう、今みたいな感じ、はい、はい、あ、もっと、はい、こうして、そう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 、今のでギリギリですよ。ギリギリ、今のでも、ま、もうちょっといったら失礼します。はい、わかりました、はい、気をつけます。ちょっとだけ引かれて、まいしょー、ましょう。すごい、当たりはびっくりするぐらいチョロもないですし、うん、あと私スーっていくんですよ。要はその転がっていく、めっちゃ上がってますよね。めちゃくちゃ上がってます。この
若干の左足下がりでこんなに上がることないそうですよねので手前から少し入ってる気がします。手前から入っちゃいけないっていう概念がなくなった方がいいんです。あ、はい、この辺りに着地させて、はい、あとはスーッとそのままレベルに行く感じです。はい、ここってやっぱ我慢した方がいいですか？私ちょっと手で出やすいんですけど。手も出やすいのでまず構えたら、はい、目線変えてみましょうか。ちょっと構えていただいていいですか？はい、でこのぐらいで真ん中で、はい、はい、ちょっとここですね。で、はい、したらちょっとバック線を上げてみてください。ここを見ててください。はい、手前を。はい、わかりました。ヘッドのあったところ、ヘッドがあったところ、はい、このまま打っちゃいます。はい、ヘッドのあったところを打ち終わるまで見ててください。はい、腰、お腹。で今ヘッドあった場所を見てるぐらいな感じで、はい、ナイス、ナイス、めっちゃ芯食ってます。音すごくいいです。めちゃくちゃいい。あと上がるので、はい、気持ちいいです。こういう多分こう、あ、そうですね、ハンドファンスが多分私が抜けてないんですよね。こう構えながらも、はい、おそらくこう入ってる、はい、気がします。そう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 、回転じゃなくてちょっと当てにいってるってことです。はい、でスタンスが狭い方が心もとないんで手でいかないんですよね。あ、結局杖がなくなるんですよね。あ、はい、杖がなくなるんですよ。そう考えたら狭い方が安全ですね。そうですね。で、はい、狭いと言っても言うほど狭くもないの、ね、そうです、ね、確かに。ちょっとこれで狭い練習場でもじゃあ最初は狭くやった方が、そうでちょっとずつちょっとずつ広くして、はい、あの広い方が当然足の力は出せるので、はい、ちょっとずつ広くしてその軸がぶれて据えしない、なおかつ足の力が出せるスタンス幅っていうのを自分で探すっていう。一回ちょっと私出た足っぽくやってみてもいいですか？あ、そうですね。なんか狭くして真ん中してお腹、うん、あ、うん、あでもいいですよ今の。大丈夫ですか？うん、あれいいです。若干かあれ左足下がりなんで、あれぐらいのミスは全然許容範囲です、はい、私今思ったのが、はい、アイアンはこういくんですけど、はい、ドライバーはこう残るじゃないですか。そうです、そうです。だから多分今アイアンどうしてもハンドファンスが入っちゃうので、多分かかとがすごく早いタイミングで上がって打ち込んでるのかなっていう、うん、あると思います。ありますか？あると思います。左股関節軸には結果的に打たなきゃいけないんですけど、はい、左足下がりなんでこれちょっと傾斜のレースになっちゃうんですけど、はい、右足重心ぐらいな感じなんですよ。あ、そうなんですね、はい、右股関節軸で右足ベタ足のままターンぐらいが、はい、あのこの傾斜はちょうどいい。わかりました。ちょっとそれでやってみます。すごい狭いからなんかすごい違和感があるんですけど、そんなに別にめちゃくちゃ狭い感じではないですよね、はい、ちょっと変わるとなんか感覚がすごい、すごい変わりますよね。多分動画だったらもしかしたらあんま変わらないかもしれないんですけど、そして真ん中でお腹、おお一番上がった。これだったらバンカー怖くないですね。やっぱりアイアンみたいにしてたんだ、こうやって。そうですね、だからどうしても捕まえに行っちゃう動きが入ってたんですよね、はい、今すぐメモりたい気分だね。はい、ということでウッド見ていただいたんですけども、ちょっとおさらいで、はいはい、やっていきたいんですけども、まずはちょっとやっぱりそのハンドファーストにしちゃいけないという。そうですね、はい、あのアイアンはもともとこうハンドファーストに構えるようにもうクラブの構造ができてるんですけど、はい、フェアウェイウッドはハンドファーストにしてしまうとロフトが立ってしまうので、はい、なので、まあ、ほぼまっすぐなんですよね。まっすぐ、はいはい、でまっすぐに構えていただいてスタンスを狭めにして、はい、あの左足軸ですけれども、まあ、ちょっとドライバーとアイアンの間ぐらいの。そうですね、感覚はセンター軸でいいと思います。センター軸、はい、分かりました。皆さんもぜひこちらやってみてください。ちょっとね、はい、私みたいなミスを起こる方はちょっとベタ足ぐらいの意識で。ベタ足ぐらいの意識いいですね、はい、あのどうしても足上がってしまうと突っ込みが出てしまうので、はい、ベタ足で練習をしていただいてタイミングがつかめてから足をずっと上げる感じにしていただくといいと思います。はい、皆さんもぜひ試してみてください、はい、ありがとうございました。 ありがとうございました。皆さんこんにちは、高橋としみです。そして内藤です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、前回ですね、はい、ウッドを見ていただいたんですけど、皆さんも、はい、
見ていただきましたでしょうか。もう本当に本当に見ていただきたい動画です。そうですね、球が上がりましたからね。本当に、はい、でコメントも皆さんしていただきましたかね。アイアンが苦手なのかウッドが苦手なのか、で今回ちょっとアイアンもやってないんですけども、はい、やっぱりアイアンが苦手っていう方だったらまたぜひ。そうですね、はい、次回にまたやりたいと思いますので、はい、ありがとうございます、はい、ではですねこちらグリーン周りアプローチを、はい、見ていただきたいなと思うんですけれども、はい、私実はですね一度宮里優作プロにアイアンを見ていただいたんですよ、はい、ここにティーを挟んで、はい、見ました。あ、本当ですか、はい、すごい良かったですね。僕もすごい参考になりました。本当ですか、はい、アプローチは基本的に戸を閉める。ここを閉める。ティーとか挿してここを閉めとく、はい、閉める、はい、ギュッと閉める。これだけでもだいぶグラグラしなくなる。はい、はい、あで、ずっと同じ握りっぱなし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 、おー、わすごい。こうゆっくり振ってんだけど、はい、緩んでないっていう。宮里優作プロのアプローチのレッスンも100万回以上再生されてるんですけど、皆さんまずそちらを先に見ていただいてからこちらの動画を見ていただけたら嬉しいです。宮里プロのレッスンすごく良かったので、はいはい、レッスンからの流れで教えられる感じになると思うんですよね今回。ありがとうございます。なのでその、はい、その流れでやっていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ぜひお願いいたします、はい。一番やっぱり良かったのは、はい、このここ固めるっていうのが、右手を固める、右手のここになんか T を刺して、はい、刺してました、はい、あれがやっぱりすごく良くて、ドライバーはアッパーブロー、はい、ショートアイアンは絶対ダウンブローなんです、はい、なのでこの違いが大きいので構えを変えなければいけないということです。で、はい、宮里プロのレッスンを見たら、もうここに T を刺してこうやってこう固めて握るっていう時点で絶対右手が上に来るんですよね。なので、はい、もう構えができれば絶対にダウンブローになる。でなおかつ体の回転を止めないで左にこうやってこう抜いていく動きというのは、このインパクトから左に抜くわけですから絶対にアッパーにならない。なのであれをやるだけでもう全ていいことずくめなんですね。ただそれやってるんだけども、なんでか知らないけどもダメになってしまったって人もいると思うので、うん、はい、これはまた細かいロジックをそこに入れていきながら、はい、さらにそのいいレッスンになれたらなという感じで今思ってますので、はいはい、そこをちょっと今回レッスンしたいと思います。ぜひお願いいたします、はい、お願いします。最初にですね、宮里プロに教えていただいた、打ち方で打ってみたいんですけども、実際もうちょっと距離が遠かったので、ピンに寄せるのではなくスイングをやっていきたいと思います。これが出ちゃうんです。あ、これはですね、はい、多分ですよ、これ、はい、宮里プロに習った時と打ち方が、はい、ちょっと変わっちゃってます、ね、変わってますか、はい、変わっちゃってると思います、はい、よかったんですよね、習った時は。いや、よかったです。そうですよね、はい、今の打ち方で宮里プロが、はい、いいって言わないし、はい、で多分結果も良くなってないはずなので、はい、これはなんでそうなっちゃったかっていうところをちょっとご説明したいと思うんですけど、はい、今拝見してたら、はい、構えはそんなに悪くなってない感じだったんですけど、はい、でこの宮里プロ、この左をこうスッとこうこうなんかこう、はい、ちょっとスティック持ってっでこう抜く感じじゃないですか、はい、それをなんでそうしなきゃいけないかっていうと、左サイドにスペースを作ってここに抜くことで絶対にアッパーにならないっていうことなんです。あ、はい、でこれがすごくいいところだったんですけど、はい、今見てるとアッパーになっちゃってるんですよ。あ、アッパーになってるんですか。本当は宮里プロの場合ここからここに抜かなきゃいけないのに、はい、これが極端にやるとですよ、こう抜いちゃってます。このラインに打つとしてここに抜いていきたいんですけど、ターゲットの方にこう出てっちゃってる。あ、はい、わ、はい、かります。でやってます、はい、今見てると逆ローテーションが起きてます。逆ローテーションってわかります、このシャットオープンになっちゃってるっていうことなので、練習はフェースを思いっきって開きます。あ、はい、でこの開いたフェースをですね、開いたフェースを軸を変えないようにして、ここでこれぐらいフェースを閉じる感じ。あ、はい、はい、これが開いておいて閉じる。あ、これが開いておいて閉じる。あ、
ここからこう閉じて、ここでまっすぐになって、でここでこう閉じる。今日私の教えていただいた、せっかく教えていただいたこの肘の抜き方がうまくできてなくて、そうです、こっちに抜いてる、抜き方が間違っちゃってる、はい、と、あとはバックスイングがインサイドすぎます。バックスイングがインサイドなんで、アウトになっちゃうっていうことですね。おお、もう一回構えてみてみて、はい、これだけハンドファーストになってしまうと、はい、左手が前に出すぎるので右肩が下がっちゃうんですよ、はい、なのでこれ肩がまっすぐになる必要がある。まっすぐ、はい、はい、ここで見てまっすぐして右足の前だけれども、はい、そうですそうです、右足の前なんですけど、ちょっと開くとこんな感じですか、はい、でちょっと極端に開いてみましょう。もっとこれぐらい、はい、で打った後、はい、これをここまで返す、ここまで返す、はい、ここまで返す。この時肘こうやってちょっと抜いてて平気、肘を抜くのは、はい、多分自然にできるので、 あんまりそこは意識は今はしないで、こうして、はい、こうして、こう、はい、そうですそうですそうです、あ、はい、はい、これ右足前で大丈夫ですか。右足前で大丈夫です。で肩下がらないようにまっすぐ構えて、であとはもうインパクトでフェースを戻すだけ、こうして、はい、こう、はい、あ、はい、やってみます。結構開いてる感じするんですけど、はい、やってみます。あ、そうですそうですそうです、あ、そうですそうですそうです、はい、できました。アプローチでここまで開くとなんかシャンクしそうな雰囲気あります、あるんですけど、はい、もう一回構えていただいて、はい、上げるじゃないですか、はい、上げてシャンクするとしたら、はい、このフェースの向きからダウンスイングでさらに開きに行ったらシャンクなんです。ああ、要は手が出てますね私今、はい、そうです、はい、でもう一回上げてみてください、はい、ここからもうこの頭がこう閉じながら入って、はい、で最終的に閉じた方がいい、はい、はい、って感じです。わかりました。なのでトップの位置から一回も開かない、開かない、はい、こうしてこう、そうですそうです。でボールは右足の前、はい、体重は左足体重で合ってます、ね、はい、左足体重で、はい、まあセンターぐらいの感覚でいいと思いますよ。あ、センターぐらい、はい、あまり左足体重っていうよりは、はい、あの右はダメなんですけどね、はい、センターぐらいで開いて、はい、このまま上げて、そうですそうですそうです、このまま上げて、そうですそうですそうです、もういいですね。ちょっとでもタイミング外すとバウンスで跳ね返ってトップしちゃうんじゃないかっていうのが、はい、どこかで怖い時があって、うん、結構右に置いて早い段階でも、はい、捉えようとして、クリーンに打ちたいんだったら58じゃなくて、はい、もうピッチングとか持っちゃった方がいいです。あ、はいはい、なんでピッチングだったらレベルに行って、はい、パターみたいにして転がしていくっていうことができるので、この58度で打ってこうレベルに打ってボールだけ打つっていうのは、これはすごく難しいんです。ロフトが開いてるので、だったらフェース開いておいて上に飛ばした方が簡単なんです、はい、なのでハンドファーストにしすぎてたってことは、はい、フェアウェイウッドの時もやりましたけど、フェースが閉じてるのと同じことです、はいはい、なのでフェースをこう開いておいてハンドファーストにしないで閉じながら打つっていうことです、はい、で私こうしすぎてたんですよね、はい、そうですそうです、このままでもこれ開いてるとインに上がりづらくなるんですよ。あ、こうしづらくなるんです、はい、例えばちょっと構えていただいていいですか、はい、フェースかぶしてハンドファーストしてると、はいはい、もうこのままインにこう上がってしまうんです。これなんでかっていうと、はい、もうどちらかというと右肘が曲がりすぎてハンドファーストなんで、はい、もう最初からこうやって構えてる感じになってる、あ、なのでインサイドにこう上がるんです。これ行きやすいんですね。そうですそうです。でこれが開いてて、はい、ハンドファーストしてないと、はい、これインサイドに上がったらとんでもなく開いちゃうので、そうです、怖いです。なのでここに上がるようになります。はい、右向いてるように見えるから左がこうしちゃうんですよ、うん、なので別にアウトサイドに上げようとか思わなくて大丈夫です、はい、体まっすぐした後に最後にフェース開いてください。開いて、開いて、そう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 、あー、うまい人だー、あこれ忘れないようにしなきゃだからミスの許容範囲が広くなるってことです。要は開いてるんで、開いて入ってきますから、多少それが手前に当たってもソールじゃないですか、当たるの、うん、なのでそこからかぶせていけるんで、はい、あ、ちょっと噛んだなと思ってもボテボテって言ってくれるし、でこれが綺麗に入ればキュキュってなる、
だけなんで、はい、で意外と手前から入るとキャリーは少し足りないんだけど、そこからあの手前から入ってる分だけスピンが落ちて転がるんですよ。で綺麗に入るとキャリーが出て止まるんですよ。なんで意外と最後に止まった場所は変わんないんですよ。なんであの、はい、今みたいにこう開いて打つメリットっていうのはこれはあのちょっと僕あの宮田プロから調子聞いたわけじゃないですけど、多分同じだと思います、はい、なんかこうやって開いて、ま、スイングはしっかりしてるのでなんかしゃくるイメージもなかったので、はい、なんかすごくやりやすかったです。上げて下ろして、あれ上げても構えのまま上げて下ろして振るだけですよね。だから要は、はい、あのあまりこうターゲットにこうとかって思いすぎると手が出ちゃうんですよ、はい、手がいって、はい、手がターゲットにいっちゃう。そうです。でもまあこれも構えなんでね、はい、構えがやっぱりちょっとこうハンドファーストになりすぎると右肩が下がってインアウトになっちゃうんです、はい、でこれがまっすぐ構えられてればまっすぐ左にこうやって振れるようになるっていうだけなんで、これもまあ構えから来てるものがほとんどです。はい、ありがとうございます。ということでアプローチ見ていただきました、ありがとうございます。ちょっとですねおさらいなんですけれども、はい、このグリップの握り方はもう右手もギュッとして、そうです、はい、右手がこう緩んでこう横から持ってしまうということは、はい、結果的にこの右肩が下がることにつながってしまうので、はい、右手をしっかりこう上から持つっていうのはこれはすごく大切なものですね。はい、はい、ありがとうございます。そしてフェースもですね、私はすごくハンドファーストに構えていて、なんていうんですかね、手が出てしまう。そうですね、ハンドファーストでロフトが立ちすぎてたんで、でインに上がってちょっとターゲット方向に手が出てしまって、でこれだとやっぱりねこうアプローチで寄せたい時に思った方向に行かない。そうですね、で、はい、強い球がちゃんと当たっても強い球が出ちゃったり、はい、であとはトップも出やすくなるので、はい、やっぱりその構えがすごく構えですね、はい、まず構えを作ってから最後にフェースを開くことが大切になります。あ、そうですね、はい、フェース開いてから構えるとどうしてもあの先ほど当初も言ってましたけど、はい、左に向きたくなっちゃうんですよ。そうですね、フェースのここのライン、なんていうんですか、バンカーリーディングエッジのラインがあの、はい、右向いてるん で、はい、でこれは実際はそんなに右に向ける必要ないんですけど、やっぱり練習ではちょっと極端に右に向けてやっていただいた方が、はい、あのイメージはつかみやすい、あの打ち方は覚えやすいので、はい、まず開きすぎぐらいから、これマットでもできますから、はい、やっていただいてあの練習していただくと、あ、はい、こんな感じの動きなんだなっていうのがつかみやすいですからね、ちょっと開き目、はい、開いてる度合いを大きめで、あのやっていただくといいですね。はい、皆さんもぜひ試してみてください。でボールもちょっとこうやって綺麗に上がっていくとやっぱりトップしてどっか行っちゃう心配もないので、はい、すごくちょっと私もやっていてこれを本当にものにしたいと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。また見てください。